い。ということで今回もやっていきたいと思います。今回からこのドラゴンクエストビルダーズ2破壊神指導と空っぽの島やっていきます。はじめから、何前作特典受け取りってないやん。さあ破壊の時じゃ。いきなりの、はい来たはい来たー。我らが教団の主、大神官ハーゴン様のそのお言葉で、魔物たちは各地で破壊の限りを尽くした。お、すげえ笑い声がある。しかし、ロトの血を引く三人の勇者によって、ハーゴン様は破壊神シドウ様もろとも倒されてしまった。私この辺の話をよく知らんけんね。え、これあれよね。このビルダーズ2は、ビルダーズ1よりもさらに前の話なんやったっけ。あれから幾年月、世界が平和となった今、我らも考えを変えねばなるまい。なるほど、昔話をしよるわけやね。もはや手段は選ばぬ。世界を滅ぼすためにあらゆる手を尽くすのだ。おー、ハーゴン様万歳、破壊神シドウ様万歳。これは何？なんか魔物たちの街角の様子なの。ハーゴン様、どうか地獄の底から我らをお導きください。あなた様が夢見た世界に。へえ、やめて。でもなんか破壊神指導と空っぽの島ってなってたよね、タイトル。空っぽなの。街とかはないの。あ、でも前回も、そんなにって感じだった。勇者よ。ほいほい。世界を救いたもう若き勇者よ。今こそ目覚めの時です。さあ、目をお開き上がりなさい。え？口が悪い。え？何？なんか早速狙われてるんだけど。やめてやめて。もうそのまま寝たふりしとった方がよかったんじゃね？なーんてな。今のは冗談だ。いつまでも寝てやがるから、それっぽく起こしてやっただけさ。念のために確認しておく。貴様、物を作るビルダーで間違いないな。めっちゃ喋ってくれるやん。え、違います。けっけっけ、嘘をつけ。貴様がビルダーだということは分かってるの。分かってるんだったら聞くなよ。貴様は確かケツの青いビルダー見習いだったはず。やはり貴様がふさわしかろう。さあついてこい。扉を開けて階段を登ったら俺に声をかけるんだ。なになに、話のわかるモンスターなの？ちょっといまいちよくわからん。え、牢屋やんこれ。なんで閉じ込められたん私。基本操作、移動、カメラの向きを変える、ジャンプ B でジャンプやね。オッケー、はい、カメラの向き変えるね。誰か死んどるよ。返事がない、ただの屍のようでわかるよ。だって、なんか、ごちゃってなっとるもん。アイナは壺の中を覗き込んだ。すごい匂いがする。どうやらトイレこれ。マジで？そんなところでしてたの？かわいそうに。なんか回復した。え？なんか体力めっちゃ少ないやん。なんであんなに減っとったん？始まったばっかりよね、まだ。はい、回復しました。よかった。ちゃんと回復しとかんとね、あの骸骨にやられるかもしれんけん。はい、じゃあ行きます。え、誰誰誰、見張りがおるよ、なんか。ビルダーよ、面白いことを教えてやろう。L で移動中に R ボタンを押し続けると、なんと走ることができるのだ。移動が速くなって便利だが、高いところから落ちて死ぬんじゃないぞ。何？優しい。R って言ったよね。はぁ、こういうことね。あ、あられちゃんやん。キーン。どうも。ビルダーよ、いいことを教えてやろう。あ、誰か捕まっとる。誰かと話したり、何かを調べたりしたいときは、A ボタンを押すといい。だから今、私はあなたと話してるんだ。これは基本中の基本だ。ちゃんと覚えておくんだぞ。それはそうだ。俺の後ろのローンの中にいる女は、お前の知り合いか？ギャンギャンとわめく続けて、それはそれは恐ろしい。お前、なんとかしてくれよ。お前がなんとかしろよ。なにこれ、鍵持っとる、もしや。合わんやないか。なんか向こう、なんか奥では男の子たちが震えてんだけど。聞こえていたわよ。あなた、お尻の青いビルダー見習いなんですって？お尻の青いの部分はどうでもよくね。ここから逃げる方法を見つけてほしいけど、あなたみたいに土草顔のお子様じゃ、望み薄ね。ああ、僕たちはここで死ぬんだ。こんなことならビルダーなんかになるんじゃなかった。みんなビルダー？ハーゴン教団はほとんど壊滅状態のはずなのに、まさかこんなことになるなんて、とほほ。てか何なの？口の悪い人多くね？とりあえず、いろいろと、あ、どうも。あ、さっき、なんか昔話しよったやつ？ふっふっふ、ビルダーよ。ハーゴン教団のこのような船に乗せられて、恐ろしいか、逃げ出したいか。今、我らが進んでいる海域は、船が行方不明になったり、
不思議な声が聞こえたりする魔の海域でな。あれやない、バミューダトライアングルとかいうやつ。ふっふっふ、実は私は貴様以上に今すぐここから逃げ出したいのだ。マジで大丈夫？どうしたの？この辺のものは、ちょ、お前どうでもいいんだけど、私今樽を調べようとしても、調べれないのね。なるほど。じゃあもうあとは、そこ上がっていくってことよね。じゃ、とりあえずこっちを先に。く、何もない。お、あ、さっきは、あ、ここで話しよったんやね、さっき。なるほど、なるほど。ここは船の底。戦争って呼ばれる場所だよ。ここに積み荷を保管しているんだ。私、これ、この間、ドラクエ、なんか他のやつでさ、船蔵って読んだ気がする。戦争って読むんやね。ちょー、ルビ振っといてよ。ね、君はビルダーなんだろ？ビルダーっていうのは素材から物を作るお仕事なんだよね。ビルダーって勇気があるね。せっかく物を作ってもいつかは壊れちゃう。僕はそんなの怖くて耐えられないな。いや別に。耐えられるやろ。ね、耐えられないの意味がわからない。あ、なんかびっくり。あ、そっか。あれが、さっきのあの、骸骨なわけだね。オッケー。こっちだ。はい、来ました。何これ。階段を登ってくれたんだな。けっけっけ、見習いにしては上出来だ。階段くらい登れるわ。何？どんだけバカにしてんの？見ての通り、ここは海の上。どうせ逃げられはしないのだ。無駄な動きはするんじゃないぞ。はあ。ところで貴様、随分物欲しそうな顔をしているが、ひょっとして寝すぎて腹が減ったか？ではこれでも食って腹を満たすがいい。船長である俺からの選別だ。なんかめっちゃ至れり尽くせりなんやけど、どうした？昆布を手に入れた。昆布？しばらく何も食べていなかった。空腹を感じ始めた。ああ、食わないとダメなのね。昆布は食料になる。ふんふん、十字キーで選んで X で食べてみよう。体力と満腹度が回復。そういうのもあるのか。はい。食べた。食べたよ。ビルダーよ。役に立つこと教えてやろう。この子たちはみんな何か教えてくれるのね。いい子たちじゃないか。進む道がわからなくなった時や、お願いされたことを確認したい時は、もう一度同じ相手に話しかけるといい。わからないことは恥ずかしがらずもう一度聞く。いいか？できる奴はみなそうなのだ。なんか目の前でカモ振られたらさ、びっくりした。足かと思った。超びっくりしたんやけど、やめてよ。そういう突然のホラー要素。木の枝やけどさ。あ、こいつやん。さっき話しとったん全然違ったわ。けけけ、お前は確かメルキドからさらってきたビルダー見習いだったな。メルキド？メルキド？俺にさらわれたばっかりにその枠さら命を落とすことになるとは、こんなちっこいのにさらわれたの？けけけ、心の底から同情するぜ。ほんとよ。こんなんね、もっとなんかこいつにさらわれたならまだわかるけどさ。おうおう、ビルダー見習い。見習いの分際で、肩で風切って歩きやがって。それぐらい、自由にさせて。教団が壊した世界を再建すべく、最近はどこもかしこもビルダーだらけ。いい加減、見舞いがしてくら。めまいがしてくら。まったく嫌な世の中になったもんだぜ。ビルダーは少しずつでも駆除しないとな。そんな、虫みたいに言わないで。ウェップ、この船そこそこ揺れるよね。すっかり船酔いしちゃったよ。宙に置いててもそうなの？この船はどこに向かっているのか、だって？キキキ、そんなこと、下っ端のドラキーが知るわけないだろ。僕はただ連れて行かれるがままさ。下っ端か。まあそうだろうね。プルプルプル、僕たちはハーゴン教団の生き残り、いわゆる残党ってやつだよ。またいつの日か、この世界を恐怖のどん底に叩き落とすべく、地道に活動してるってわけさ。プルプル。この震えかい？これはいわゆる武者ぶりってやつだよ。本当に？プル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 。絶対怖くてやろ。ローレシア、サマルトリア、ムーンブルク、ロトの血を引く三国の勇者によって、ハーゴン様は倒された。ハーゴン様が自らの血を捧げて、呼び寄せたという破壊の神もろともな。しかし、我らは諦めなく、危ないって。ハーゴン様の意志を継ぎ、いつか世界を滅ぼしてやるのだ。そんなことはさせません。なんかここ上がれそうじゃね？上がっ、あ、なんか作れる。あ、ここで作るのね。なるほど。明かり？作れないですよね。そうですよね、そりゃ。いやはや、昨日の夜はすごい嵐だったな。樽は散らばるし、松明は飛ばされるし、散々な目にあったぞ。ん？ぐっすり眠っていたから覚えていないだと？あの嵐に目を覚ますないとは、お主なかなか肝が据わっているな。そう。そしてね、さっき骸骨に話しかけられた、その後も、私はぐっすりすやすやと眠ったから、あんなところにも。お前知っているか？知らないです。
昔々この世界は王の中の王と呼ばれた竜王様が支配していたんだ。俺は配下として働いていたんだが、竜王様が勇者に倒されてしまってな。ハーゴン様が現れてすぐに鞍替えしたものの、そのハーゴン様も今やおられない。うおー、ただいさえ鞍替え組は肩身が狭いのに、俺はこれからどうすればいいんだ。知らんがな。そんなことは知らんがな。ほう、これ落ちるんかな。おー、ハーゴン様、なぜ勇者などにやられてしまったのです。それは勇者だからだよ。一時は三国の一つ、ムーンブルクを滅ぼして、ブイブイ言わせておられたのでしょう。そんなね。ああ、俺もハーゴン様が元気な頃に生まれたかった。そうしたらさぞ女の子に持っただろうに。でも、部下っていうのはなんかそんなにかっこよくもない。むしろかっこ悪いよ。ああ、退屈だ、退屈だぜ。どこを見ても目に入るのは海ばかり。退屈で退屈で仕方ねえ。ああ、俺様はこうして退屈な日々を過ごして、いつか骨になっちまうのか。もう骨ですよ。どうしたの？何？裸になるってことかな？鎧を脱ぎ捨てるということですか？はーい、冒険してきた。けっけっけ、昆布を送ったんだな。どうだ、硬くて生臭くて最高だろう。そんなものが最高なのはモンスターだけだと思うよ。喜べビルダー、それが貴様の人生最後の食事だ。貴様はこれから死ぬ。だがその前に、貴様には我々のために働いてもらう。死ぬ前に死ぬほどこき使ってやるぞ。死ぬ前ならもういいよ。何？あ、そういうなんか大げさな感じのアクションになったのね、達成。けっけっけ、そう怖がるな。すぐに命を取ったりはせん。さっきのは半分冗談だ。貴様には特別に生きるチャンスをくれてやる。死にたくなければ俺の命令に従え。でもさ、あれやん、ビルダーを駆除しようとしようんやろ。結局ここで見逃されたら別のモンスターに捕まるよね。ん？自分はどうしてここにいるのか状況がよくわからないだと。ならばマストの下の5匹の魔物と話し、過酷な現実を思い出すがいい。全員と話したらここに戻ってくるんだ。全員と話しました。何？話したよ。話したってば。何なの？もう一回話してくるの？あ、なんかマークが出とる。何か話す内容は変わってるんだろうね。変わってねえじゃねえか。もう聞いたよ。さっき聞いたからいいよ。はぁ、あ。けっけっけ、5匹の魔物たちに話を聞けたんだな。命令通りに戻ってくるとは素直な奴だ。我々は破壊に神を崇める、ハーゴン教団の生き残り。そして、物を作るビルダーは我々の敵。だからこそこうして、痛い、世界中に邪魔なビルダーどもをさらっているというわけだ。ふんふん。ふん。ビルダーをさらって何をするつもりか、だと？上の考えよくわからんが、物を作る不届きなビルダーどもを根絶やしにするおつもりなのだろう。そんな中、貴様は生きるチャンスをもらえたわけだ。さっきから私多分、細切れにされよるよね、めっちゃ。せいぜい泣いて感謝するんだな。ほう、達成。さあ、ビルダーよ。せっかくの生きるチャンスだ。死に物狂いで命令に従うがいい。昨日の夜、船が激しい嵐に見舞われてな。貴様にやらせたい仕事があるのだ。まず、甲板にある流木を5個壊し、木材を10個拾ってきてもらおう。集め終わったら俺に報告しに来い。Y で攻撃。ふんふんふん。Y ね。は。あ、そっか。何回かせんといかんのか。甲板のゴミを取る。あ、これゴミなのね。なるほど。自分らで取れよ、それぐらい。なんだよ。あー！落ちたー！落ちたー！何？穴とか開いてたの？全然わかんなかったんだけど。く、そんな罠が。いや、私の注意力が3マナだけだな。あ、これね。はい、オッケー。こモンスターとか。って。くっ。殴れんのか。殴れんのかよ、くそ。はい、集めたよ。けっけっけ。流木を殴って木材を集めたんだな。うまく甲板をきれいにできたじゃないか。その調子で仕事に励めば死なずに済むかもしれん。せいぜいもらったチャンスを生かすがいい。最後に殺されるパターンですね、これは。言うことを素直に聞いていても。ん？なぜ自分にチャンスをくれるのか、だと？破壊神を崇める我々が物を作るビルダーに頼るなど、本来あってはならぬこと。だが、同じビルダーでも、ケツの青い見習いならまだ許される、ような気がするだろ？んなことないと思うけどね。さあ、労働は始まったばかりだ。これから貴様には見習いとしてキリキリ働いてもらうぞ。そうそう、この世界の多くのものは、壊せば物作りの素材として手に入る。ビルダーよ、悪用するんじゃないぞ。よーし、ヒントありがとう。樽とか壊していくね。
ところでビルダーよ、牢屋から連れ出してから貴様をずっと見ていたのだが、怖い、気持ち悪い。無駄に飛んだり走ったり、必要以上に魔物と話したり、どことなくはしゃいでないか、はしゃいでるよ、新しいゲームだからっていう現実の事情。それんだ、貴様顔がニコニコではないか。魔物にさらわれたものとはとても思えん。表情変わるのこの子。何？これが真顔だから仕方がない。雑用でも耐えられて嬉しいだと？こうも緊張感がないと調子が狂うが、貴様には次の仕事に取り掛かってもらおう。甲板にいる連中に話を聞いて、三つほど依頼をこなしてくるのだ。すべて終えたら、俺に報告しに来い。ほうほう、三つの依頼ね。またなんか、マークついてるわ。なんか重要そうなやつにマークついたね。クックック、見ておったぞビルダーよ。そなた、木材を手に入れたようだな。実は昨夜の嵐で船の明かりが吹き飛んでしまってな。あ、さっきのやつや。甲板が暗くて困っておったのだ。そなたには特別に手にした木材を素材として、甲板に置く松明を作らせてやろう。上から。そこにボロの作業台があるだろう。ビルダーならばその台で物を作れるはずだ。物を作ることを憎んでるのに作らせるというのは一体どういうことかね。まずは作業台で松明を5つ作るのだ。素材の一つとなる油をこれを使え。あ、材料までくれる。ありがたやー。作業台で松明を作ったら、目印の場所に置いてもらいたい。目印はあそこの黒いブロックだ。作業台の横と階段の周り、全部で5箇所、すべてに松明を置いてくれ。ふんふんふん。さあ、さっさと仕事にかかれ。松明を5つすべて置いたら、わしに知らせるのだ。こっちにも知らせんといかんのかめんどくせえな。ボロの作業台を使えば、素材から物を作ることができる。松明を作ってみよう。作りまーす。5個ね。え？何？合計5個よね。え？何？どういうこと？あ、これ1個作ったら5個になるってこと？あ、なるほど。かける5って書いとったわ。書いてたわ。はい、オッケー。地面に置けるアイテム。松明は地面に置くことができる。十字キーで選んで X で置いてみよう。X ね。あ、ここか。そういえば作業台の横って言おったな。ボッ。オッケー、オッケー。これ別に方向とかないよね。はっ。で、階段の周りもなんか寄った？どこだ、どこだ？あ、これか。あ、なんか攻撃してしまった。はい。そして、はい。オッケー、明るくなった？なんかそんなに違いがわからんのんやけど。ビルダーめ。松明を作る。目印の場所に置いたのだな。この船の松明にしては、まがまがしさにかけるが悪くはない。暗かった甲板が明るくなったぞ。ビルダーか。やはり物作りとは小肉らしいものだ。急ぎ仕事を終えさせ、息の根を止めねばならん。はぁ、感謝しろよ。さあ、この甲板には依頼を持つ者がまだいるはずだ。引き続き、皆の声を聞いて回るがよいぞ。はい、達成。何人やったっけ？ 3 人おるんやったっけ？多分この裏とかに、ほらほらほらおる。何何？おうおう、ビルダー。我が物顔で甲板をうろつきやがって。貴様何してやがる？人助けです。いや、モンスター助けかな。ほほう、船長に命じられて、俺たちの依頼を聞いて回っているんだな。死ぬ覚悟はできているんだろ？だったら俺様の退屈しのぎに付き合ってもらおう。ビルダーって奴は戦う力はどうなのかと思ってな。貴様の魔物と戦う腕を見てみて。へえ、何、君死んだらどうするの？おい、そこのお前、ちょっとこいつと遊んでやれ。殺さない程度にな。なるほど、しかしこっちは殺すよ。さあビルダー、あそこにいる骸骨と戦ってみせろ。戦い終わったら俺様に知らせるんだ。お前も骸骨だけどな。こいつか。骸骨が襲ってきた。いやー、やめてー。え、全然ダメージが与えられない。そして見えない。キャー、助けて。効かないな。何ですって。てあー、やめてよ。素手だ。え、どうした急に。全然体力めっちゃあったよこいつ。なんてな。かっかっか。痛くも痒くもないぜ。でしょうね。貴様大丈夫か？そんなにも弱な体と神経な腕じゃこの先生きていけないぞ。殺す気なんでしょ？おっと、そうだった。貴様はこの先生きていかないんだったな。カッカッカッカ。さあビルダー見習い、自分の無様さを報告しに行くがいい。カカ、ダメダメじゃねえか。うるせえ、どこ向いてんだよ。ケッケッケ、見事なヘナチョコぶりだったな。ビルダーというのは戦いには向かねえようだ。でも武器が作れるから。ん？武器さえあればやっつけられるだと？けっけっけ、残念だったな。そんなこと言っても、貴様の武器なんかここにはねえぜ。お、なに？ん？なんだその小汚い本は。貴様何のつもりだ？レシピだね、レシピ。
お、なんか作れる？あ、考えてる。何？新たなレシピをひらめいた。お、書いてる、書いてる、書いてる。ヒャッホー。ヒノキの棒、木の枝を削り持ち厚くした粗末な武器。おい、なんだそのしたり顔は。一体どうしたってんだ？何？ヒノキの棒をひらめいただと？ほうほう。ビルダーってやつは作るものをひらめくことができるんだな。よし、せっかくひらめいたんだ。作業台でヒノキの棒を作って、俺様に見せてみやがれ。おっと、ヒノキの棒を作ったら装備するのを忘れるなよ。武器は持ってるだけじゃ意味ねえからな。めっちゃ優しいやん。超いろいろアドバイスくれるやん。はい、ヒノキの棒を作ります。よっ。で、X で装備ね。はい、オッケー。じゃ、これを装備しまして。何？これで再戦ですか？もう一回攻撃します？はい。おお、ヒノキの棒を作って装備したんだな。ビルダーめ、なかなかやりやがる。どうだ、そのヒノキの棒を使ってもう一度骸骨と戦ってみるか？戦う、戦う。けっけっけ、いいだろう。それじゃあ自分が作った武器でさっきの骸骨をバラバラにしてみせな。殺しても大丈夫？来いよ、来いよ。へいへいへい。はあ。やったね。ぐいー、俺の負けだ。ビルダーよ、見違えたぞ。さあ、見事俺を倒したと報告しに行け。ぐ。え、死んだ？ああ、びっくりした。死んでない。元に戻るのか、あれは。の、ヒノキの棒を使って骸骨を倒したんだな。でもあいつ剣持ってたのに。弱。けっけっけ、見てみろ、あいつの姿。バラッバラで、なんとも間抜けだぜ。ほんとほんと、トゥークスクスクスって感じ。ん？バラバラのままじゃ、なんとかわいそうだと？けっけっけ、こりゃ傑作だ。自分より魔物の心配をするとは、貴様ずいぶんお人よしだな。君らもね。楽しかったぜ、ビルダー。貴様のおかげでいい暇つぶしができた。そしてよくわかったぞ。ビルダーはそれではへっぽこだが、自分で武器を作り強くなれるってことかな。さあ、甲板を回って次の依頼を探しな。ただの屍になりたくねえなら、早く行きやがれ。みんななんだかんだいい人よね。もうなんか、すごい仲間って感じ。で、あとは、君か。ふふふ、ビルダーよ。松明とヒノキの棒を見事に作ったな。次は私の命令を聞いてもらうぞ。して、お主はビルダーなら誰もが持つというビルダー道具は持っておるのか？何それ、知らないけど、聞いたことないよ。そのようだな。ヒノキの棒以外、それらしいものは持っていないと見える。では、お主にはローンビルダーから取り上げたグローブを授けよう。大丈夫なのそれ、返してこなくていい、私。グローブを使って物をつかめば、壊さずに持ち運ぶことができる。置いてあるものを並べ直すのに便利なのだ。ふんふん。さあ、このグローブを使って、甲板に散らばった6本の樽を拾い、私の横の御座の上に並べるのだ。これでビルダー道具ゲット。なんかさ、色合い的にさ、マックのポテトみたい。はい、ZR。ZR で持ち上げる。持ち上げたものを回転が Y。OK。よいしょー。はい。素晴らしいね。超怪力少女なんだけど。わーい。てか、あれじゃない？空中に浮いてるよね。待って。もう一個奥に置いて。でも、一個ずつしか運べんのがめんどくさいね。あ、上にも積み重ねれるのか。なるほど。でも、綺麗に並べたい。っていう、こういうところでね、無駄に A 型っぽいところを発揮していく。違う。違う。あと二つ。どこ？あれか。あ、これ持ったまんまはあれなの？走れないの？お、走れるやん。すげえ。わかってます。ちょっと手元が狂ったんです。はい、そしてこれね。ちょ、待って、持ってない、持ってない。は。てぃー。よし、これで、OK でしょう。ふんふん、よくできておる。グローブをうまく使い、すべての樽を運んでくれたのだな。お主、最近の若者にしては随分熱心に働くではないか。素晴らしい。褒めて使わすぞ。なんかめっちゃ褒められてる。やったね。しかし、物を作り、物をひらめき、ビルダー道具を使いこなすとは、やはり教団的には違いない。熱心に働くお主の命を奪うのは少しばかり惜しい気もするが、後の判断は船長に任せるとしよう。
じゃあ仲間として雇ってもらっても別に全然よろしくってよ。味方にすれば強力でしょ。さあビルダーよ、甲板に依頼を持つ者はもういまい。すべてこなしたと船長に報告しに行くがよい。はーい、ありがとうね。けっけっけ、見ていたぞビルダー、連中の依頼をすべてこなしたんだな。自分をさらった者の命令をああも楽しげにやりこなすとは。貴様はなかなか面白い。俺は貴様に興味が出てきたぞビルダーよ。貴様に問う、ものづくりとはそんなに楽しいことなのか。楽しいです。けっけっけ、そうだろうそうだろう、見ているだけで楽しさが伝わってきたぞ。おお、それは良きことだね。ビルダーよ、貴様はなかなか素晴らしい。やはり貴様には死んでもらわねばならんな。お、戦闘？戦闘か？なんなのなんなの。けっけっけ、言っただろう。我々にとってビルダーは敵でしかない。楽しげに物を作るなどもってのほかだ。さあ、ビルダー見習い、そこに直れ。その首、俺が切り落としてやる。やめてよ、何、戦闘の突入ですか？お？お？両親の呵責か？なんてな。安心しろ、貴様の命は取らん。見たところ、貴様は素直でお人よしで熱心だ。奴隷としてこの上ない才能を秘めている。それに何より、俺が貴様を気に入ったのだ。貴様は俺の奴隷として飼ってやろう。やだよ。それはそうとビルダー見習い、実はずっと気になっていたんだが、これ見よがしに背負っているその分厚い本は何なのだ。見るからに普通の本ではなさそうだが。てか捕まえたんなら持ち物とか奪わない？何そのまま装備させちゃってんの。もう雨が。せっかく松明作ったのに消えるやん、やめてや。これはまずい嵐だ。吹っ飛ぶ吹っ飛ぶ。おいこら、私を連れて行け。何やってんの。ビルダー見習いか、どうやらお前がふさわしいようだ。何が？誰の声？天の声ですか？お前こそ世界を作り壊すもの。私は壊さないよ。壊すのは君たちでしょう。さあ来るがいい、私の元へ。何の話してんの？なあ、一人一人とめっちゃ話しよるけど。早く避難しろってこと？おいビルダー、何をボケっとしてやがる。ここは危険だ。貴様はそこの階段降りて戦争でも隠れてやがれ。わあ、優しい、ありがとうね。ビルダーよ、私には素朴な疑問がある。幽霊というのは海に落ちたらどうなるんだろう。やはり溺れてしまうんだろうか。いや、知らんよ。どうした？溺れてみれば？このくらいの嵐。お、俺は平気だぜ。いくらでかい嵐でも、船が沈むなんてことは、そうあることじゃない。君飛べるでしょ。そうだよな。な。知らんって。うひー、嵐だぜ。ハーゴン様、破壊神様、どうか落としてください。昨夜に引き続き、またも嵐に見舞われるとは、なんという不運。だが、この嵐で船が破壊されるかもしれぬ。破壊こそ我らが教団の美徳。しかし、もし船が破壊されれば、我らはどうなってしまうのか。自分たちのものが破壊されちゃダメでしょ。うひー、嵐だ、船が揺れるぞ。うぃー、船が揺れて、今まで以上に船酔いが。ぼぼぼぎり。混乱してる、大丈夫か？突然嵐が起こるなんて、プル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 。え、この震えかい？これは恐怖のどん底に叩き落とされた時の震えさ。それはそうなんやね。プル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 。妙だな。嵐の海域は昨夜抜けたはずだが。ビルダー見習いよ。ここにいては海に投げ出されかねん。船長の言いつけ通り、戦争に避難しておけ。もうあれでしょう。みんな味方でしょう。めっちゃ心配して、大丈夫か君。おう、ビルダー見習い。返事がない。ただの屍である。俺など構わず、早く戦争でも避難しておけ。大丈夫この子。死ぬんじゃね、本当に。で、君は何なの？死にたいの？お、貴様、急に話しかけるんじゃない。海に落ちたらどうしてくれるんだ。貴様、俺の骨を拾ってくれるのか。嫌です。放っておきます。けっけっけっけ、この嵐、しばらく退屈しないで済みそうだな。何？だが、嵐に見舞われるくらいなら、退屈な方がマシだったぜ。キ。アホなのかと思ったよ、一瞬。さーて、降りますかね。降りまーす。戦争に隠れてろって言われたので、何？どこにいればいいの？あ、あっち側か。これは船全体が揺さぶられるぞ。戦争はこの奥だ。船長の命令に従ってお前は隠れているがいい。ここは無事じゃないの？ビルダーよ、この嵐で不安かもしれんが、そう気にすることもない。あの船長はああ見えて、なかなか優れた海の男でな。指示に従っていれば間違いはない。この船は小さい船ではあるが、
それこそ大船のつもりでいるがいい。ピーヒヒヒ。あ、この子もさすがに怯えてる。何よこの騒ぎは。一体何が起きてるっていうの。ひー、もうダメだ。僕たちはここで死ぬんだ。こんな時に嵐がビルドされるとは何たる不運。嵐がビルドされる。これはもうダメかもしれませんね。あなた、自由に動けるんでしょ。あ、早くなんとかしなさいよ。なんとかできないんだよね。ってことで私は一人で避難しようと思い、お、なになになに。え、うお、この揺れは。え、なに、近づけない。あーあー。ああ。ちょー。ひー、船長、船底が。早く来てください。どうした？今行く。待っていろ。ちょ、待って。避けて行くなよ。起こしてけよ。大丈夫か、ビルダ。今は船が心配だ。いや。起こせ。これはまずいぞ。誰か来てくれ。なんなの？自然に。この辺のものはあれよね。は、こっちか。あれ？これはどうやったら投げれるんだ？投げることはできないのか。とりあえず、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうかな。はい、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。めっちゃ緊張感あふれる中、終わっていくけど。まあ何かしら起こったんだろうね、船底で。